そう、大事なことだから。顔でかくなったちゃうわ、物理的にでかいんじゃ。なあ小森、最近気づいたんだが、お前ってよく笑うよな。素敵。え、ありがとう。ありがとう、なんかありがとうね。恥ずかしい。全然関係ないけど、うちの子が全然寝ないから、子守歌お願いできませんか。ねーむれねーむれ母の胸にねーむれねーむれ。これ録音して流してあげてください。うちのインコが泣きわめき出した。なんなの、ムカつくんだけど。泣きわめき出したってなんだよ。ホラー要素強くない？え、これが一番眠れそうな声だと思ったんだけどな。無理？赤さんのことはまだちょっと扱えないかもしれないわ。じゃあ赤さん好きなんだけどさ、目と好きなんだけど、なんか突然泣かれそうでさ、ちょっとまだ怖くてさ、慣れてないのよね。子供好きよ、めっちゃ。だけどなんか、なんていうの、ちょっとさ、ま、4歳5歳ぐらいの子供ってさ、もう物心がさついてきてるじゃん。だからさ、なんか割と会話もできるけどさ、本当にもう0歳とか1歳とかの赤さんってさ、もう何が嫌なのかがわからないじゃないの。それがね、ちょっとね、怖いんだよね。あ、ごめん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 ってなるから、泣かれたら。そう、そんなあかんことしてもだけーなるから、それがねちょっとね怖いんだよね。俺らで練習しとく。え、じゃあしてみてもいい？はい、こんにちは赤ちゃん、どうしたの、遊ぶ、おぎゃー。気持ち悪い。え、気持ち悪い。ごめん、やっぱやめてもいい？ごめん、めっちゃキモい。先陣切ったおぎゃーがめっちゃキモかった。よくできるな、画面の前で。深淵覗いちゃったわ。やっぱ深淵、こちらも深淵を覗いているとき、深淵もまたこちらを見ているっていうのはね、確かにってなる。先に巣に戻るのずるくない？いや違うね、役に入る前におぎゃーが来たんよ。その役に入った後におぎゃーが来たらよかったんだけど、あ、どうしたのみたいに言うてる瞬間に来たからさ、ちょっと早すぎたおぎゃーが。